福島日産自動車郡山店では、電気で走る椅子型の乗り物、ウィルが明日から販売されるのを前に、発表会が行われました。ウィルは免許不要で歩道を走ることができる乗り物で、県内の自動車ディーラーでの取り扱いは初めてだということです。折りたためるものやハンドルがあるものなど3種類あります。走り出しがとってもスムーズ、音が静かで振動も少ないです。5センチ程度の段差ならこのように難なく乗り越えることができます。小回りも効くのでとっても乗り心地がいいんです。ウィルは電気で走り、最高時速は6キロです。免許を返納した人や長距離歩行に不安がある人などに役立ててもらい、好きな時に好きな場所へ快適かつ安心して移動できることを PR していくとしています。免許返納しても、車というかモビリティを楽しく、ポジティブに乗っていただける世界観が広がればなと思っております。ウィルは県内42の福島日産自動車で明日から販売されます。